はい、それではね、対戦相手の方が決まりましたので、やっていきたいと思います。今回も星3スカットでね、来てます。はい、まあ、このチームね、やっぱりちょっと、カゼミロが使えんとなるとね、ボランチの位置の選手がね、一応いないんで、まあ、そこがね、ちょっと問題かなと思うんですけど、まあ、やっていきましょうか。はい、まあ、こんな感じか。あとは、センターバックね、まあ、いいか、これで。とりあえず、相手の方は、こうあれが高そうやな、チーム割りかし。いや、そんな高ないか。あ、高い高い高い。結構黒玉おるもんな。吉田麻也、レベル50。ええー、なぁ。ああいうの欲しいよな、星さんスカッドで。トラオレ対策難しいわ。調子いいでも使わんけど。どういうことやろ。まあいいや。はい。レートが757ですね。ちなみにチーム2421か、そこまで高ないな。ちなみにね、今あの僕のね、あのレートの方なんですけどもね、あっさり800からも落ちまして、5連敗したんかな。で、前回1勝して、前回とか、まあ、1勝して、で、まあそこでね、終わってます。で、今日これまあ一応2連勝目ね、星3スカートでやっていこうかなってとこなんですけれども、相手の方のおおほう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  OK、 まあやっていきましょうか。はい、こんばんは。本日の試合はということでやっていきたいと思います。今日ね、ルカツなんですけどね、そこまでね、これなんかしなきゃヘディングが強いというわけでもなんかないんですよ、あれ。なぜか。あれ、なんだよ。まあ、何か面白いことが起こるかもしれませんよね。何か面白いことが起こるんじゃないかなみたいな。さあ、前半見てみましょう。よっしゃ、ここね、これルカスはね、結構ね、よし、足速いね。よしよしよし、ええで。こういうのね、これはでかい。マネの髪型よ、これ。かっこええな。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。まあ、ヘディングでね、ルカスがゴール決めたっていうシーンがあんまり思い浮かばへんのけどな。まあまあまあ、でも一応ね、ヘディングするつもりでは入れてるんやけどな。そもそもなんかそういう、なんていうの、これは自分たちのサッカーがクロスのプレーがなんか下手くそなのかな。できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。これで なぜかあのセルジロベルトになるみたいな、そういうところは多分まだまだなんだろう。ここは読んでいました。なんか恐ろしいな、それ。ここで勝てるのがすごいでかい。この背が高い選手。そうですね、ワンツーは使うタイミングがわからないと思うので、常にマッチアップの際は警戒。来た、これ、これが見たかって。シャルケ、やったね。痛い痛い、なんで死んどった今。いきなりの2対0。よし、アーティスティックなクロスが頭に届いた。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。スカットでもなんか十分に戦えるからなんか知らんけど。今日2点目です。マジおすすめで重ねていきます。2対0。シャルケとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。これは危ないからな。よし、取れ。よしよしよし、キャバ嬢みたいな髪型したな。マルコス・アロンソは結構すね。この前半序盤で2対0のリードと銀玉やけど、どうご覧になりますか。いや、この早い時間帯で2点も入ったということはチームにとって非常にプラスですよね。まあ、相手は早くも焦ってきてるなっていうふうに思いますね。カバちゃん、カバちゃんみたいな髪型してるからね。カリル・クリバリ、さあ繋がるか、中央へ、これか。ああ、惜しい。そのままキーパーが抑えました。ベイ、押し込まれなかった。長いボールを送ります。このボールをカットします。おい、いかんな、それは。ベイ、チャンスだ。よっしゃ、マネに顔に当たった。フェニックス、これはスローイン。シャディオ、タッチ終わって、もう一度タッチ終わってんの。集中集中。このスカットはな、ちょっと油断したら一瞬にしてな、失点するからな。油断というか。ああ、やばい、ほらな、ほらな、こうなんねん。集中しなあかんねん。フェニックス、1点差に追い上げます。フェニックス。見事
ートナードリブルです。危ない危ない、よっしゃありでした、キャンセル効いた。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。マジでこういうのちょっとなし崩し的に失点してしまうので危ないね。危ない危ない、おっしゃ止めた。手にボールを送ります。よしサイドへ、サディオマネはスピードがね抜群やからね。ルカク、よしよし、メッシは潰そう。100からちょっとあいつ危ないからね、メッシは。パスは通ります。危ない打てるそばからが、いやー強い。裏を狙っていきます。ここは要注意ですよ。うわー待ってくれ、あーやばい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 、普通にやばいやばい、止めろ止めろ止めろ連打しとった。大きなフィードです。ああちょっとちょっと、そう無断でそういう動きやめてほしいな。デブライン、前半29分が過ぎました。ああやばい感じや。セルヒオ・ブスケツ、ああセカンドボールがことことか相手に行く。ブスケツから、危ない、ちょ一回プレー止めろ止めろ、よし、しかしマルティ、ああしんどー、えい、よし、プレー止めてよかった。サディオマネ、今日の試合でアシストを記録しています。ゴール入りましたよ。スルーパスを出す、ルカクからムサシソコ、狙いましたね。フリーになっとるで、あああわんか、ああ奪い返します。さあ繋がった、さあルカク、よしよし、まあまあまあシュート打ってもよかったけどな。最初のコーナーキック、コーナー行こう、うーんでかいな、あやば、デブライン、まずいよそれ、スペースへ出す、普通にやばい普通にやばい、止めろ、ここは一旦キッシャーやんな、怖ー、キーパーから前線へ、このボールをカットします。裏のスペースへ、よしセルジロベルト、よしよし、ムサシソコ、え強いねベイル、よっしゃちょっと来んな、中入れ、縦にボールをつないでいきます。おい危ない、こっち一番向こうにやったつもりだったけど、まあまあええわ、よし終わりやな前半、前半終了です。なんとかねリードを取り返すとは2対1、いつどう手になってもおかしくなかったけどな。はい、それではね後半戦のやっていきたいと思います。まあこのままとりあえずメンツ変えずに来てます。いきなりねなんか前半終わって後半選手交代っていうなんかそんなことはあんまりせえへんだけどな。シャルケ2対1でリード、前半を折り返します。わあさあご覧のように後半スタートしています。縦に入れます、あダメか、ここは競り勝ちます、ああ取られた、あっさりや。吉田、そっち見て、そっち見て、そっち、ちょ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 、何してんポジションチェンジして、アバーテ、ああやばメッシ、おい、取れ取れ取れ、セルヒオ・ブスケツ、おっしゃ味方を走らせる、でかいトラップ、ややトゥーレ、裏を狙っていきます、裏へのスルーパス、あかそれはいかん、危ねえ、おい取れるで、ぐちゃぐちゃや、ぐちゃぐちゃやこれ、トトリックまであと1点です。コシェル、長いボール縦へ、ああごめんよ、マルコス・アロンソ、まだありますねチャンス、これはチャンスだ、縦にボールを取ります、おい止めた、よっしゃルカク、うわ取れそうやってんけど何が原因取れなかった、あジェイミー・バルディ、バルディやばい、抜けた、変われへん選手、よっしゃ取った、よし、あダメか、
サシソコ。ああ、選手帰るわ、もう無理や。このままでは一気にやられちまう。ああ、よし。ムサシソコ。アバーテ。あ、やば。ここから行きますよ。ボールを下げてリズムを作るか。大きく縦へ。アバーテ。ああ、下げます。下げます。いい展開ですね。大丈夫だ。裏へ届くか。フリーだ。ルーズになる。ここは足を出して踏ん張ります。大丈夫。向こう。テリピアンデルソン。さあルカク。痛い。ルカク。シュートが力ね。横ないからちょっと止めからのシュートでしたけどももう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。ジェイミー・バルディ。よし。マルコス・アロンソ。サイドのスペースを使います。どうや？トシェルニを。よし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 。ボール出た。選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。どう変えるか。マルティン、香川にしようか。間違えた。フィリピアンドルソン、アンデルソンは結構ええねんな、毎回毎回。でも変える。ほな、スタミナ的な問題だ。変えとくわ。新しい活用を吹かせよう。さあ、これでモナタに変えてね、地上戦でもさらに優位に立とう。で香川を、生かしてね、まあちょっとワンツーとか攻撃ミニプレイで行こうかなみたいな。両チームともメンバー交代があるようです。よし。まだある。まだある。やばいぞ。縦へのボール。モラタ。やばいやばいやばい。スライダーな、あの。アメスロドリゲス。おいい形ですよ。シュートに。おし。縦へのボール。ムサシソコ。フェニックスとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。フェニックスってえらいかっこいい名前。不利なリスクを背負ってても。よっしゃよっしゃ、ええぞ。そうですね。カウンターに対するレスポンスは早いですよ。おい。あかん、欲しい。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。誰だっけあれ、タリスカちゃうな。誰やろあれ。今飛び込んだやつ。マネっぽかったよ。大層か。長いボール縦へ。ややトゥーレックからハメス・ロドリゲス。おぶね。香川。よしよし。カットです。何でしょうかね、今のは。ハメス・ロドリゲス。おっしゃ。一回飛ばす。モラタから香川通るのか。このパスいけるぞモラタ。あちょっとマドラス重いな。まあ、マドラス取ってへんな。まだアンデルソン・タリスカ裏に味方を走らせる。武蔵そこ。ああ勝てん。いいボール出たんですけどもね。ここは攻め勝ちます。ここからタイムエンドのホイッスルまでが長い時間に感じることでしょうね。そうですね。自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどね。いいよ。欲しいよ。デヘア。そろそろ上を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。そうやね。さあ繋がるか。しっかり守るというか最後攻め切りたいみたいなところ。ここで上です。OK。2対1、まあ、なんとかね前半のリードをね守り切った形になりましたけれどもね。はい、やっぱ星さんスカットはやっぱ楽しいっちゃ楽しいね。すごい6本かシュート。最後まで集中を切らさないでね、うん、チームの力を出し切りましたね。やっぱね集中しないやられるっていうのがねやっぱ頭のどっかにあるからすごい集中力ね持ってね挑めるという点ではいいと思います。はい、 OK。 そしてレッドナムだった。おお、790。徐々に登ってきたな、また。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。